はい、どうも、おはようございます。9月28日の相場解説をさせていただきます。えー、昨日、夕方から夜にかけて、そして深夜の時間帯ですけども、上昇トレンド再開しましたね。で、それが冷やしを見てもわかるわけですけども、まあ、上昇トレンド再開っていうよりも、ずっと上昇トレンドではあったんですけどもね。まあ、でも、昨日は一旦停止みたいな時間帯がありまして、午前中大きくね、材料によって触れると思ったんですけども、何もなくって、そのまま40ピップスのボラティリティを っったたままま夕方でで来ちゃったんで、まあ、あの昨日はね私の場合は夕方で放送の方終わりましたけどもその後ですよね夕方から夜にかけてトレードをされている方っていうのは利益を出されたそうです本当にねおめでとうございますあのだから考え方さえ知っておけばあの自分のタイミングでね運悪く思ったような動きがなくてもちょっと時間差をつけてそうなるわけなんですよねそれが確認できただけでもテクニカルに大いなる自信を持てるようになったんではなかろうかと思います はい。そして今日は上昇トレンド再開しましたけども、再開したら再開したでどっかでね、利益確定をして止まるわけなんですよ。今一旦149円の50とか60のあたりで止まってるところが見えると思います。で、これがいつ再開するのかわかりませんけども、その辺も考えながらちょっと網を張っておこうかと思いますね。ちなみに介入っていうのは今回もうないんじゃないかなと思いますね。というのが来月あたり、またね、あの、アメリカの方で金利の発表がありますけども、多分ね、金利打ち止めだと思うんですよ。 うん、だからファンダメンタルの話になっちゃいますけどもそうなるとあのアメリカが金利をねもう高く設定しないし金利の上昇はもうこの辺でいいやって抑えるし日本は相変わらず金融緩和もしくは金融緩和からわずかながら、あのー、利上げの方向に持っていくとしたらね日米の金利差ってなくなるんでドル円の金利差も、うん、収まっていくっていうところなんですよだそういうふうなところを見通すと介入しなくてもいいかなっていうところなんですよね 介入ってリスクなんですよ、結局。日銀からしても。あの、ドルの準備金がなくなるって話ですからね。だから将来リスクに備えるためにも、ドルはなるべく確保した方がいいってことになります。もちろん今ね、ドルを売って円にするとかなりの含み益が出ますけどもね。うん、まあ、含み益が出たところで、それがね、別に誰かの給料になるわけでもないんで、うん、そのまま国庫に入れるだけですからね、うん。まあまあ、ちょっと次の話題行きましょうか。次の話題というか、次の時間帯ね。4時間です。はい、4時間。 ね、昨日はどうだったかなってことですけど昨日の夕方とか夜か昨日の夜はこの要線ですよ、うん、この要線が全てを物語っていますだからこの要線を取った方がいたよねってことですよね上昇トレンドは相変わらず上昇トレンドですからで1時間に舞い戻っていきますけども1時間で昨日を作戦取ったレンジはここですよね だからこの箱を上に抜けてブレイクした時に入りましょうって言ったんですけども夕方までブレイクはしなかったその代わり夜の時間帯でブレイクしてこの幅を取った人がいたんでしょってことですよねこれはだから良かったじゃないですかこのレンジ戦略を意識してれば夕方からいきなりこの図を見ただけでもあここでブレイクするのねっていう風に構えて入れるってことですよあとは1時間に1回見に来ればねあのこう抜けたところに立ち会えるわけでしょ だから昨日夕方トレードされる方水曜日の夕方からトレードされる方って結構多いんですけどもそういった方は軒並み利益を取ったんじゃないですか何件かあの利確の報告いただきましたけどもね、うん、だから自分の得意な曜日を1日持ってたけどもだいぶねあの自分の勉強とか利益に違いが出てくるってことになりますさあそれで今日なんですけども一旦利確が進んでねもじゃもじゃしてるでしょうだからとりあえずここでてっぺん打ったんじゃないかなと思ってます この辺りですねだから7六丸まではいかなかったかなっていうとこなんで7七丸と思っていきましょうか天井が今のところ仮設ですよこれがこうなるかなっていうとこですよねじゃあ下はどこかなっていうと下はねいまいち決まらないんですけどもこれから決まっていくと思いますけども、まあ、この辺りなのかなと今のところ言えるのはね この辺りなのかななかって思います要するにブレイク直前のところですよ。ね昨日箱を作ったのがこれでしょだからこれの状態がレジサポ転換で今度は仮定になるって話ですからじゃあキーりンで14期の135。ね。これでいいわけでしょこれで仮設定すればいいんじゃないですか、うん、こんな感じですかね。まあとりあえずこれで今日はスタートしていきましょう。 上に抜けるようならね上の方にまた倍でついていけばいいと思いますしはいそれじゃあこれは閉じて次はね材料を見ましょうか材料ね今日木曜日ですけども朝はまああんまり気にしなくていいかなと夜なんですよね問題はこれ21時半から GDP の改定時が入るでしょそれから29時朝5時ですけどもね金曜日のパウエルの発言がありますと、まあ、ですんで今日も明日もちょっと揺れますよ うん、動きますかなり。まあ、今日はね、あの、トレード、テクニカル的なトレードは夜までできると思いますけども、深夜は無理ですね。もうね、21時ぐらいになったら。まあ、そのように思っておいてください。それでは、ありがとうございました。